はいどうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルハイです。ということで今回なんですけども、アガピトスパンダね、使っていきたいと思います。前回もね、アガピトスパンダ紹介したんですけども、今回は水文明を抜いてね、代わりに火文明を入れてみました。視聴者さんからコメントで、レモンの枠をね、フンヌーにしたらめちゃくちゃ強かったですと。ケンジ君でシールドを削った後に、最後の爪でアガピトス出して、相手の盤面をタップしつつ、フンヌでね、打点を増やしていくっていう動きがめちゃくちゃ強いのと、同型に対しても、フンヌがね、ブロッカーの動きをしてくれるので、それもめちゃくちゃ強かったですというね、コメントをいただいたので、組んでみました。めちゃくちゃ強かったね。アガピトスから出すのはね、フンヌだね。正解。これが正解だった。世界の真理でしたわ、これ。で、今ね、ゲオルグデーモンとか流行ってるんで、火文明を追加したことによって、サージェントクワガノンとかもね、入れるようになったんで、結構ね、いろんなデッキを見れるようになった、めちゃくちゃ強いデッキとなっておりますと、かなりね、勝てるので、ぜひとも皆さん組んでみてください。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンね、よろしくお願いします。では、試合の方、行きましょう。行くぞ。はい、ってことでね、対戦の方よろしくお願いします。さあ、ここ、ヤッタルマン、アガピトス、ウルコス、フェアリーライフと。さあ、ここもね、最速でアガピトス出して、もうフンヌでね、しっかりとビート刻んでいきましょう。下手したらこれヤッタルマンからね、殴った方がね、ちょっと強かったんじゃないかと個人的には思ってましたね。リプレイを見ながら。さあ、ゴッドシグナルで、キキカイカイサーチしてきましたね、お相手し。さあ、キキカイカイロックでしょうか。さあ、ここボルパンサー、引いてきましたが、今決まらなかったんで置いて、さあ、ウルコスで、しっかりとマナ加速。さあ、バンジョーと数え、次のターンね、多色じゃなければアガピトス出して、一気に殴っていきましょうと。さあ、ここ、アガピトスの能力で盤面も処理できますね。強いと。さあ、アガピトス出して、これね、強いよね。フンヌ、マジで強い。本当に。アガピトスから出るフンヌね、神、ゴッド。さあ、ここ、しっかりとフンヌで盤面処理して、これだけでお相手陣かなりの圧だよ。本当に。めちゃくちゃ強くないですか、この盤面。さあ、マスクベル。さあ、ここで出てくるのがトップオブザデック。いきましょう。進化、ギャラクティ・ボルテックス・ケンジ、パンダ・ネルダ将軍。さあ、ここで盤石オブザ、盤石のね、着地をしてって、まさかのヤッタルマンと。ここでクワガタンとかでね、サージェントクワガノンとかね、出ればめちゃくちゃ強かったんですけど。さあ、ダブルブレイク。さあ、これもう勝ちっすね、もう。盤面が強すぎると。さあ、ここでキキ、出してきますが、もう、ノン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 。さあ、トップオブザデック。またもや、ケンジ君と。さあ、行きましょう。さあ、ダブルブレイクから出てくるのはウルコス。さあ、マナ加速。さあ、ウルコスが出るんで、ここ、ブロッカータップしますよと。さあ、ここ、打点をね、お相手じゃ吸えなくなってきましたよと。さあ、シュートリガー発動。さあ、デーモンハンド。このデーモンハンドめちゃくちゃ強いですね。だが、しかし、打点は足りていると。トリガーが出なければ勝ち。いや、マジで強い、本当に。さあ、ここ、フンヌーはブロックしてくると。さあ、ここ、ウルコスでダイレクトアタック対戦。ありがとうございました。はい、ってことでね、対戦の方よろしくお願いします。さあ、フェアリーライフ、クワガタン GX、パンダ、バンジョ、アガピトス、ヤッタルマンと、結構ね、オープニングハンドよろしいんじゃないでしょうか。さあ、こう、クワガタン引いたんで、フェアリーライフ置いて、ヤッタルマンでクワガタンしっかりとマナに置いていきましょう。さあ、次、バンジョーとカズイ出して、パンダ進化、アガピトス、フンヌでワンブレイク、勝ち。黄金ムービング、山田ですね。さあ、ここ、ウルコスで、これ、同系ですね、ドリームメイトか。さあ、ここ、バンジョーとカズイ出して、サーチ先はしっかりとクワガタン GX と。さあ、ここで無限耐性を持ったね、クワガタンをね、ハンドに加えることによって勝っていく。さあ、クワガタンからのウルコス。さあ、こっちの方がね、先にパンダ着地できそうなんで、勝ち申しましたね。さあ、ここ、ホーリースパーク置いていきましょう。進化、ギャラクティ・ボルテックス・ケンジ、パンダ・ネルダ将軍と。さあ、先に出せるのね、それが一番大事、バンドエイジ・ニコラス・ケイちゃんですよね。さあ、ここ、ウルコス出して、マナ加速しながら。さあ、ダブルブレイク。で、次、アガピトスでフンヌも出せるんでね。めちゃんこ強いと。さあ、シュートリガー発動。さあ、バリアントスパーク、地味に強いですね。そのワンダテンの削り、めちゃんこ強い。さあ、来ましたね、お相手しても。さあ、ケンジ、パンダ、ネルダ将軍、進化、ギャラクティ、ボルテックス。してきましたが、さあ、出てくるのはやってるわ。さあ、お相手し、下振れましたね、かなり。ここでクワガタンとか出されたら気絶してましたけどね。さあ、ワンブレイク。さあ、ここ、アガピトス。出して、ここ、全ジョリーナジョリー、盤面していきましょう。さあ、フンヌも引きましたね。さあ、やったる番出していきましょう。アガピトス。アガピトスをあがめ、崇拝する会会長。さあ、行きましょう、フンヌ。さあ、ここで、しっかりと全処理できますね。で、ここね、ちょっと迷ったんですよね。パンダとパンダね、相打ちさせる意味あんのかなって。
正直思ったんですよね。でもここ打点強かったんで、打点というか盤面強かったんで、ここ全処理をね、自分は選んだんですけど、ここどうなんですかね、殴った方が良かったですかね。ちょっとここ難しい択でしたね。まあ俺が勝手に難しくしてるのかもしれないけど、ここ皆さんならね、どうしてましたか、ちょっとね、コメント欄とかでね、教えていただければなと思います。さあ、お相手して、バンジョーとカズーをね、出してきて、だがしかしね、こっからね、負ける未来僕見えないんですよね。さあ、ここホーリースパーク引いてきたんで、クワガタンでしっかりと盤石なね、盤面作っていきまして、さあ、ここウルコス。マナに置いて、ウルコスが破壊されても、もう一枚のウルコスが出てくると。さあ、ここ、サージェントクワガロンでワンブレイク。さあ、ここ、バリアントスパーク以外なら勝ちですよ。ということで、さあ、アクアサーファー。さあ、これは打点が足りているので勝ちですね。対戦、ありがとうございました。はい、ってことでね、対戦の方よろしくお願いします。さあ、お渡し、タワーオブテラーね、マナに置いてきて、まあ、こっちのオープニングハンド、ホーリースパーク、フンヌー、バンジョーとカズイ、ボルパンザ、パンダネルだと。まあ、ハンドはね、割とね、よろしいんですけども、2ターン目の加速、3ターン目に、ね、ウルコスとか引いてくれば、めちゃくちゃ強さ、トップオブザレック、ウルコスで、次、ウルコス、パンダネラ将軍、進化、ギャラクティ、ボルテックスでね、まあ、勝つことができました。もう勝ちましたね、対戦。ありがとうございました。ってことでさ、お前たち、ロストチャージャーからのバジルソース。さあ、サビリナになった。さあ、ここ、ホーリースパーク置いていきましょう。進化、ギャラクティ、ボルテックス、ケンジ、パンダネラ将軍、盤石オブザ、盤石のね、着地でダブルブレイクするときにやったるワンなんですよね。なんでね、正直このデッキ組むときにやったるワンをね、入れるかすごい迷ったんですよね。ドリーミングムーンライフとかにね、してもいいかなとは思ったんですけど、今回ね、サージェントクワガノン入れてるんで、そのね、関係上やったるワン採用したんですけど、まあ、パンダからね、やったるワン出るの嫌な人はドリーミングムーンライフのね、採用してみてもね、いいんじゃないかと思いました。さあ行きましょう。ここで、フンヌを出して、やったるワンとさ、打点を増やして、さあ、やったるワンとさ、ダブルブレイクするときに来たね、クワガタン GX と、めちゃんこ強いんですよね。さあ、クワガタンで、ここ、破壊耐性つけてダブルブレイク。さあ、ここ、無限蘇生していきましょう。さあ、フンヌでワンブレイク。このね、フンヌ、別にアガピトスから出なくてもね、めちゃくちゃ強いと思います。単純に、打点として。さあ、対戦、ありがとうございました。はい、ってことでね、アガプトスパンダいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ強い。アガプトスから出てくるフンヌはね、ガチでね、あがめるレベルでね、強いんで、かなり強いわ。このデッキ多分ね、第8弾環境で結構一番好きなね、デッキタイプかもしんないです、この方。ぜひともね、皆さん真似して作ってみてください。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンね、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。